物事にはいい面と悪い面がある。物事には必ず両面性が存在する。喜びや成功といったいい面と、困難や失敗といった悪い面が同居することはよくある。人生において良いことばかりではなく悪いことも経験することが不可避である。しかしそのどちらか一方にとらわれてしまうことなく、両面をバランスよく受け入れることが重要である。良い面には目を向けて前向きになることも大切だが、同時に悪い面にも目を向けて対処することが必要である。失敗や苦しみから学び成長することができるだけでなく、逆境を乗り越えた時にこそ本当の強さや成長が得られるのである。両面性を理解し受け入れることで、物事をより客観的に捉えることができる。いい面には感謝し、悪い面には対処する。その両方をバランスよく取り入れることで、より充実した人生を送ることができるだろう。物事にはいい面と悪い面がある。その両方を受け入れ生かすことで、より豊かな経験を積むことができるのである。賢い人はメリットとデメリットの両方を捉えることができる。賢い人は常に物事を客観的に見ることができ、メリットとデメリットの両方を正確に把握することができます。彼らはただ単に一つの側面だけを見るのではなく、全体像を考える能力を持っています。それにより、彼らはより正確な判断を下すことができ、良い決定をすることが可能です。一方で、メリットとデメリットの両方を考慮することは、決断を下す際に時間を要することもあります。過度に悩んだり、躊躇したりすることで、チャンスを逃してしまう可能性もあります。また、他人よりも決断が遅れることもあるかもしれません。しかし、賢い人はこのメリットとデメリットのバランスをうまく保ちながら最良の選択をすることができるでしょう。彼らは冷静な判断力を持ち、適切な時に適切な行動をすることができます。さらに彼らは長期的な視野を持って物事を考えるため、将来に向けての計画を立てることができます。つまり賢い人はメリットとデメリットの両方を理解することで、より賢明な判断を下し、より効果的な行動を取ることができるのです。彼らは常に冷静に状況を分析し、最善の選択をすることで成功を築いていくことができるでしょう。